まあ、土地の形を利用してるっていうのもありますし、まあ、こんにちは。はい、こんにちは。昭和グループの土田です。柳田です。今日はいつものモデルハウスと違って、はい、透明も入ってないところがあったり、はい、家具とかもなかったりするんですけども。はい、本日はですね、私が営業担当させていただきましたお客様のお家がですね、一応引き渡し前なんですけども、特別にご協力いただきまして、ルームツアー動画を撮っていようということですので、そちらの動画を上げていきたいと思います。まずこちらのお家ですね、こだわり詰まってるんですが、特徴を挙げるとすると、一つ目は玄関入ったところのすぐそばにある手洗い機になります。二つ目はリビングに隣接している小上がり和室ですね。で、三つ目が土地の形を利用した洗面所になっております。では早速、ルームツアーしていきましょう。まず一つ目の特徴としまして、こちらシューズインクローゼットになります。普段ですね、シューズインクローゼットって言われると結構縦具がついて、まあ、閉鎖的なところっていうのを、まあ、考えられている方も多いと思うんですが、こちらですね、見ていただきたいんですけど、もう縦具がなくて、まあ、ちょっとアーチ状に入り口をしてっていう形になってます。こちらの理由として、お子様、小さい方いらっしゃいますので、三輪車とか、そのまますぐ、収納できるようになっております。で、もちろんですね、シューズインクローゼットですので、靴を入れるような棚、いっぱいついてます。こちらも全般的に可動棚になっておりますので、好きな高さに、使用用途に合わせて靴を収納できるような形になっております。で、その隣ですね、こちら側見えますかね。こちらパイプついてまして、こちらにですね、服をかけることができますので、例えば仕事行くときに上着とかですね、あと、まあ、お子様の上着もそうですが、まあ、ここに置いていただくことで、まあ、靴を脱いでそのまま服も脱げるような動線になっております。簡単な施主様の家族構成って教えてもらえますか？はい。家族構成につきましては、30手前のご夫婦で、お子様が4歳のお子様1人と、6ヶ月ぐらいのお子様が1人いるという形です。じゃあまだベビーカーを押してるんで、可動棚って下にベビーカーを置けたりとかして便利ですね。はい。本当に、ご自由に高さ合わせれますので、ベビーカーもそのまま収納することもできます。パイプがありまして、その奥ですね。こちらになんと、すごい可愛らしい洗面台がついてますので、まあ本当にお家に帰ってきて靴入れて、服かけて、そのまま手を洗って、綺麗な状態でリビングに入れるという流れになっております。これさっき小さな子いるって言ってましたけど、はい、そういう子が手洗って入れるっていうのはすごいいいですね。やっぱりまあコロナとか、まあ、そういったのもありますので、玄関の入ったところにまあ手洗いを欲しいよっていう方も多いですので、まあ、そういったところをまあ取り入れてるお家になっております。早速ちょっと中に入っていきましょうか。はい、どうぞ。はい、まずリビングの方に来ました。ここですね、リビング自体の広さが約18畳と、なっております。まだですね、家具とかもちょっと入ってないので、結構広くは感じやすいんですけども、まあ実際家具とか入れるとよりまあ生活感は出てくるかなと思います。まずですね、一つずつちょっと簡単に特徴を紹介していきたいと思います。まずリビングですね、入っていただいて、まずこうパッと見えるのがキッチンの上ですね。まあ、折り下げ天井ですね。こちらも最近流行ってるものになっておりまして、まあ、一部、屋根下げて、間接照明を入れて、そういうおしゃれな雰囲気を演出しております。リビングにですね、こちらちょっと大きめの収納がありまして、半分でちょっと分かれておりまして、半分は可動棚、おもちゃとかそういったのも収納できますし、リビングで使うような、お掃除グッズとかも入れていただくことが可能です。こちら半分なんですけども、パイプが2本通ってます。こちら服をかけるところですね。お客さんも最近やっぱり1階にファミリークローゼットっていうのが必要っていうことも多いんですが、まあ、そこまで容量はいらないけど、こうかけたいよというところで、まあ、こういう形の収納を取らせていただきました。上下2段にありますので、収納量的にはすごい大きな容量にはなってるかなと思います。はい。その後ろですね。リビングから大きな吐き出し窓がついておりまして、まあ、ここですね、ゆくゆくデッキを、まあ、されるというところなんですが、まあ、そのためにちょっとですね、外側に映ってるか、あれなんですけども、照明ですね、もついてます。で、こちらに見えるのが家庭菜園をされるスペースにもなっております。で、次にですね、こちらダイニングテーブルを置く予定なんですけども、一応お客様の今持ってるダイニングテーブルを使われるということで、ここがですね、一応辛い位置になる予定で設計しております。高さとかも合わせて？そうですね、既存の今使うのを、まあ、絶対使いたいというところでしたので、高さに合わせてニッチをつけております。ここにニッチを置くことで、まあ、ティッシュを置いて、
携帯とかですね、充電するときはここで充電したりとか、ホットプレートとか使うときはここのコンセントでしていくような形になります。持っていきたいものがあったら高さ測ったらそれに合わせてくれるって感じなんですね。そうですね。やっぱり今使っている家具がすごいお気に入りだったりとかっていう場合は、そういった家具に合わせて、まあこういったニッチとかっていうのは工夫していったりもできるのが、まあ自由設計のいいところかなと思います。続いて、キッチン自体は、まあ、パナソニックさんのキッチンを採用してまして、最近流行りのタッチレス水洗というのもついてます。食器洗い乾燥機ですね、深型もついてます。こちらのお客様は背面にですね、カップボードも取り付けさせていただきました。で、こういった使用用途に合わせて、先ほどのニッチのところもコンセントついてたんですけども、こちらに関しても、二口のコンセントと三口のコンセントですね。まあ、こちらに炊飯器とか、ウォーターサーバーとかも置かれる予定ですので、まあそういった工夫はすごいされてるのかなと思います。こちらにですね、パントリーもありまして、パントリー自体も、まあ全て可動台になっているので、使用用途に合わせてすごい使いやすいかなと思います。で、その隣側ですね。こちらにもニッチがありまして、まあ、いわゆるスイッチニッチですね。まあ、全てのスイッチをここに集約しているという形になっております。で、リビングから隣接して、まあ、和室があります。こちらですね、ちょっとした小上がりになってますので、ここにですね、ちょっとこういうふうに腰掛けたりとかもできます。で、小上がりになっている分ですね、下収納が、とも収納ついているような形になってますので、まあお客様はここにお子様のおもちゃ類は全部しまうよという形で採用しております。上についてるのが言われてた、はい、室内物干しのやつですか？はい、こちら室内物干しで、じゃあ不要な時はこう簡単に取り外しと取り付けができますので、めっちゃ簡単に外せるんですね。はい、こちらめちゃくちゃ簡単で、まあちょっとコツはいるかもしれないんですけど、まあ簡単にできます。和室がですね、広さで言うと 3.5 畳ぐらいになってます。で、畳と、こちらですね、畳で小上がりしてるんですが、こっちは逆にちょっと凹んでまして、こういうふうに足を入れることができますので、ここでお勉強される予定で、こういう形で作らせていただきました。もちろんこちらにもですね、コンセントがついておりますので、まあ、ゆくゆくちょっとパソコンしたりとかっていうのも、こちらから電源を取ることができます。で、反対側ですね。こちら、釣り収納がついてまして、まあ、こういう形で、まあ、結構奥行きとしては大きいので、いろんなものを収納できるかなというところです。でその下ではですね、まあ、あえてちょっと空間を空けてまして、本当に飾り物をちょっと飾ったりとか、そういった使用用途として使うことができます。洗面所がですね、キッチンの後ろ側になっておりまして、でまだですね、ここちょっとまだ照明がついてないんですけども、洗面所と脱衣所になっております。洗濯機を置くスペースになっておりますが、ちょっとですね、まあ土地の形を利用してこういうふうに。ちょっと変形してるとちょっとそうですね。そこをうまく利用して。はい。ですので、まあここに洗濯物、まあ、脱いだカゴとかも入れれますし、ここでコンセントもちろんついているのでアイロンかけたりとか、あと洗濯機のストックとかタオルとかっていうようなカウンターもつけております。僕は見えてしまったんですけど、はい。ここにも室内物干しあるんですね。はい。こちら側にですね、室内物干しがありますので、こういうものがちょっといるんですが、物干しが出てきますので、まあ必要なければ、くるくるっと上にしまうこともできます。とても、まあ、土地の形を利用しているっていうのもありますし、まあ、いろんなところですね、コンセント関係ももちろんそうですし、まあこういったところの室内物干しっていう工夫もすごいされてます。すいません、僕ちょっと、一つ言い忘れてたことがありまして、ちょっと工夫のところで、この小上がり和室のところですね、ちょっとあえてこう、垂れ壁を作ってるの分かりますかね？あえてちょっと壁を。和室側の天井もちょっと低いんですね。そうですね。壁が。はい。で、ここの使用用途として、ご主人様が、筋トレがすごい好きっていうところで、ここにですね、懸垂のバーつけて。なるほど。はいをするようにちょっと壁出してるっていうのは。重さも耐えれるんですか？はい、まあ、それ用にですね、もともと下地を入れておりますので、重さも耐えれるようになっております。で、あとですね、リビングと隣接しておりますので、まあ、お子様にちょっと、ブランコをつけるっていう、ここですね。ここにブランコをつけて、こう、ああ、なるほどね、はい。遊べるようにも、あえてちょっと下げてるっていう形ですね。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画ではですね、こだわりをすべてお伝えはできてないんですが、まあ、
大まかに特徴というのをお伝えさせていただきました。今後もですね、私が担当させていただいているお客様につきましては、観戦前にルームツアーの動画をぜひ作っていきたいと思っておりますので、期待しててください。施主様もこの YouTube を見ているかと思いますので、高評価ですね、たくさんお願いします。チャンネル登録者数が400人まであと30人となっておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。おまけ、はい、おまけ動画としてちょっと2階の方を案内させていただきたいと思います。で、2階の特徴として、こちら子供部屋が2つあるんですけども、間の壁がなくて続き間となっております。で、入っていただくと、子供部屋2つ分ですので、本当にすごい広い空間となっております。で、ちょうど間にですね、下地が入ってますので、将来的に必要になった時に壁を立てて区切っていくという形になります。で、2階にこんだけ広いスペースがありますので、お引き渡しさせていただいて、しばらくはここを2階のリビングのような形で使われる予定となっております。で、続いて主寝室です。よいしょ。主寝室はこちらになってまして、こちら 7.5 畳ぐらいになっております。で、こちらもですね、ウォークインクローゼットありますが、建具がついてないものになります。建具がついてないことで、ちょっと開放感っていうのはすごいあるかなと思います。で、あとですね、2階のこだわりでいきますと、こちら側にちょっとトレーニングルームがあります。一回でも言ってましたね。ご主人様の趣味がトレーニングっていうこと、はい。筋トレがちょっとご趣味というところで、ここが 3.5 畳のスペースになりまして、トレーニングルームなんですが、ちょっと壁紙はすごい可愛らしいのを入れてますが、基本的に天井とかすべて下地が入っていますので、それこそ懸垂するものもつけれますし、あと床にもですね、多少ちょっと補強入れてまして、ベンチプレスとか、そういったのを置く予定を現在しております。で、もし筋トレとかしなくなった時のために、こういうちょっと可愛らしく、部屋にして、例えばなんか、ネイルサロンとかできる空間やなとか、っていうのはお客様も、言ってはいらっしゃってます。はい。2階はこんな感じです。